森三郎は、愛知県壁海軍カリア出身の童話作家、編集記者。書子学者の森千蔵は16歳年上の兄である。新見南吉、坪田常治、平塚竹次らと共に、赤い鳥の作家として活躍した。森三郎が学んだ、木城小学校1911年1月25日、愛知県壁海軍カリア城に生まれた。兄が2人。 姉が一人おり、四人兄弟姉妹の抜子である。父親の森五氏は、五福祥だった。父親は、好んで昔話を語る人であり、母親は書物を大切にする人だった。1917年に、気城小学校に入学し、小学校時代には、鈴木美恵吉の世界童話集を読んでいた。1918年に、鈴木美恵吉が、児童雑誌、 赤い鳥を創刊すると、兄の森千蔵によって与えられた創刊号を読んで没頭した。同年には、兄の千蔵が、気上小学校の代用教員となっており、千蔵は、教室で、児童たちと赤い鳥を読むなどしていた。千蔵が上京する際には、赤い鳥の機関を譲り受けており、東京からは、サブロー宛てに赤い鳥の新刊が送られ続けた。 熱心に寄稿した赤い鳥8歳だった1919 19年には、兄の先祖が代理で赤い鳥に応募した作品が仙外佳作となり、紙面に名前が掲載された。1921年には、兄の先祖欄が創刊した同様詩、小さな星に4ペンが掲載された。1923年4月には、金の星への投稿作品が佳作に、同月には、 童話への投稿作品が千外科作に5月には同じく童話への投稿作品が入選している。1925年までは童話に多数の作品を投稿し8編が入選4編が千外科作に選ばれている。自ら赤い鳥に投稿したことはなかったがサブローは赤い鳥に強く傾倒していた。童話の指導を受けた。 鈴木美恵基14歳だった1925年には、儀城小学校高等科を卒業して上京し、5年間を東京の川上児童学劇団で過ごした。川上児童学劇団は、川上貞役子が晩年の情熱を傾けた劇団であり、相談役に、来島武彦、音楽に、高島哲夫や公開万頭、舞踊に、高田正夫などを用していた。 1929年には赤い鳥が休館となるが、1931年に赤い鳥が復刊されると、3月号には千原純造の筆名で投稿した作品が掲載された。3月には千葉肖蔵らによる同人誌、童話文学にも本名で投稿した作品が掲載されている。赤い鳥には迷子のように作品が採用され、 複数の筆名で1号につき2から3作品が掲載されることも珍しくなかった。日本の古典や昔話、国外文学の際話と森三郎は広いジャンルの作品を書く器用さがあった。1932年1月には鈴木美恵吉を訪問して創作活動の指導を受け、21歳だった6月には赤い鳥社に入社して編集や 作品執筆に携わった。他市の影響で赤い鳥への投稿が減ると森自らが桜として赤い鳥に投稿することもあったとされる。1936年に鈴木美恵吉が亡くなると森が企画編集した鈴木美恵吉追悼号が赤い鳥社から刊行された。赤い鳥は追悼号を最後に休館となったがそれまでに森三郎が 同氏に発表した作品は判明しているだけで119編あり、用いた筆名は本名を含めて46にも及んでいる。1941年冬頃からは、聖教者で日本及び日本人の構成に従事した。同年に太平洋戦争が開戦すると物資が欠乏したことで、繊維公用のための読み物以外は出版が難しくなったものの、 帝国教育会出版部の与田純一ら友人たちの尽力もあって終戦までに単行本を4冊出版している。1945年3月には東京大空襲で本郷の住居を失い、牛込の与田純一の下宿を譲り受けた。しかし5月には再び空襲に会い、故郷の刈谷町に戻って終戦を迎えた。この年には奥谷悦と結婚しており、 以後は死去するまでカリに暮らし続けた。勤務した愛知県立カリ高等学校1946年には長女が生まれ、1948年には長男が生まれている。1946年の童話、城下町はカリとおぼしき町を舞台としており、城下町が工業都市に変貌する様子が描かれている。1950年頃からは、 NHK 大阪放送局などのラジオ番組に、童話を寄稿し、大阪で発行されていた、童人誌、新児童文学に投稿するなど、関西の童話作家らとも交流している。1951年5月からは、愛知県立カリア高等学校に勤務し、図書室などの事務に当たった。1954年には妻ツが死去。同年3月で、 愛知県立刈谷高校の職を辞している。1958年頃からは、童話や童謡の執筆が少なくなり、赤い鳥関連の証言や随筆を多数発表している。同年に小峰書店が刊行した赤い鳥代表作集の編集に携わった。1987年3月には、日本児童文学学会東海支部結成準備会が企画した。 座談会に出席した。信仰のあった郷土市屋が自伝の執筆を進めても森は執筆を誇示し続けたという。1993年8月27日、前立腺癌のために死去。82歳だった。狩谷市寺横町の小学寺に埋葬された。死後の1995年5月には狩谷市が市政45周年記念事業の一つとして、 森三郎の作品集、笠サ物語を刊行した。1997年1月には再び、カリ市シ教育委員会とカリ市シ中央図書館が、笠サ物語の続編として、夜長物語を刊行した。2004年には、カリ市シが森三郎童話賞を創設した。カリ市シ中央図書館における、森三郎の展示、森三郎の功績をた,たいて、 2004年には、刈谷氏が森三郎童話賞を創設した。主催は、刈谷氏と刈谷氏教育委員会であり、日本図書館協会、愛知県教育委員会、日本児童文学者協会が講演している。2005年に第1回受賞式が行われ、以後は3年に1回の頻度で開催されている。刈谷氏教育委員会は、市内で開催している、読書館総文、 創作作文コンクールを森三郎道和小子供部門と称している。2011年に生誕100周年を迎え、2012年には刈谷市民有志が森三郎刈谷市民の会を結成した。森三郎刈谷市民の会は定期的に読書会森三郎の作品を読む会を開催している。ありがとうございます。